お腹をへこませたい方におすすめなプランクを1から10までのレベルで紹介していきます。全部20秒です。順番にやってみて自分のレベルをコメントで教えてください。今回のプランクを行うことで腹筋よりもお腹が断然へこみやすくなるメニューになってます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋よりも実はプランクの方がお腹をへこませることができるんです。なぜかというと腹筋というのはどうしても体を動かしますのでお腹の表面に力が入ってしまいます。そこでプランクというのは体を止めておいた状態でお腹の奥を使う、息を止めなければ腹筋の深層部に効かすことができるのでお腹をへこませる腹横筋にアプローチができます。腹筋頑張ってもお腹へこまない、プランクやってもお腹に効きにくい、そういった方は自分のレベルが合ってないのかもしれません。今回のレベル1からレベル10まで動画を見ながらお腹をへこませたい方はチャレンジしてください。それではレベル1からいきます。スマートフォンは顔の前にずっと置いて行えます。まずレベル1です。足は軽く開いて肩の下に肘をつきます。この状態でお腹を持ち上げます。腰から下は床につけときます。できるだけお腹をどんどん上に持ち上げていく感じです。いきましょう。息は長く吐きます。スタート。できるだけ腰を丸めてお尻が上がらないように腰を丸めてキープです。息は長く吐ければ吐いたほどお腹がへこみます。どんどんお腹をへこましてください。はい、 OK です。レベル2は今の状態から前ももを持ち上げます。いきましょう。スタート。前ももも浮かせます。しっかりこれでお尻が上がらないようにお尻を締めてキープ。前ももを浮かせるっていうよりもお腹を持ち上げるイメージです。お腹がプルプルしてれば効いてます。はい、 OK。 レベル3は今の状態からお尻を締めて腰を丸めてキープ。さっきよりも少し位置が高くなります。こういう感じです。いきましょう。スタート。さっきよりもさらにお腹を締めて腰を丸めます。息は10秒ぐらい吐く目安です。頑張って、どんどん腰を丸めて。 OK。レベル4は今の状態から膝を上げたり下ろしたりします。いきましょう。スタート。ここから膝を上げる、膝をつく、お尻が上がらないように注意です。これでね、膝がつく瞬間にお腹に少し振動がかかるので負荷が上がります。 OK。レベル5はこの状態でキープです。お尻が上がらないようにお尻締めてまっすぐです。いきましょう。スタート。体があんまり前に行かないように、かかとができればつま先より少し後ろです。頑張って、残り5個です。よーし。はい、 OK。レベル6は今の状態から足を開いて閉じてっていうことを繰り返します。いきましょう。スタート。こういう感じでね、軽く足を動かしてください。これでね、腹筋が伸びたり縮んだりします。あー、きつい。はい、 OK。だんだんと辛くなってきましたね。次は腕をクロスして肩の下よりも少し前、これで体を持ち上げてキープ。レベル7いきましょう。スタート。肩よりも少し肘が前です。あー、きつい。頑張って、息しっかり吐いて。お腹が下がらないように、よーし。 OK。 うわー、きつくなってきましたね。あと3つです。今度は肘は肩の下、体を持ち上げる、ここで腰を動かします。お尻を締める感じです。いきましょう。スタート。これがレベル8。
腹筋を行ってる感じです。あー、きつい。よーし、OK。 うわー、だいぶお腹に効いてると思います。あと2個。今度は肘をしっかり前に伸ばして、膝をついて、こっから体を持ち上げる。いきましょう。スタート。肘しっかり前です。体が浮かないよって方はね、ちょっと肘近づけてもいいです。これがレベル9。頑張って。あー、きつい。うおー、おー、きつい。よし、 OK。 うわー、きてます、きてます。かなり限界がきてます。ラスト、レベル10。寝た状態で体を持ち上げる。これがレベル10。いきましょう。ラスト20秒、スタート。体はね、上がらないように低く、できるだけ低く。うわー、きつい。かー、これはきつい。さすがレベル10。うおー、うわー、うわー、きくー。やっがっがー。うわー、腹筋が飛んでいく。お疲れ様でした。いや、今回ね、お腹をへこませるプランクということで紹介させてもらいました。1から順番にやっていって、自分のレベルをコメントで教えてください。この動画を何度も見ながらやっていくことで、自分のお腹をへこませる腹横筋、腹筋の深層部が鍛えられて、自分のレベルを感じやすくなってます。自分のレベルがだんだん上がっていくことを感じて、楽しみながら動画を何度もやってください。そして自分とできないレベルをまたチャレンジするのもいいんですけども、やはり順番に1から進んでいくことによって、お腹を効かせるイメージ、お腹を効かすポイントがつかめてくるので、この動画を見ながらレベル5ができなかったよ、レベル3ができなかったよって方も、次動画を見ながらレベル3とか5からじゃなくて、1から順番にもう一度チャレンジしてください。これがレベル10までできるようになった時には、ほとんどのエクササイズがいいフォームでできたり、お腹がへこんできてたり実感できると思いますので、自分のレベルアップをできるように何度も動画を見て成長を感じてください。頑張ってやったよって方、レベルをコメントで必ず教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、そっちもリンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。